ードたちよ、俺はお前たちを信じる。俺の声に答えろ。来たか。チューナーモンスタージャンクシンクロンを召喚。はい、チューナーモンスター。まさか。そのまさかだ。トラップカード発動、エンジェルリフト。このカードは墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を特殊召喚できる効果を持つ。来い、スピードウォーリアー。なんだと。スピードウォーリアーにジャックシンクロンをチューニング。集いし星が新たな力を呼び起こす。光り差す道となれ。シンクロ召喚、いでよジャンクウォーリアー。おっと、バカな、避けられたのクズがシンクロ召喚だと。だが俺のモンタージドラゴンの攻撃力には及ばない。スピードスペル発動、ビジョンウィンド。スピードスペル、あの野郎、ダイレクトアタックでスピードを削ったのに。なめたまねえよ。このカードは自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を特殊召喚できる。レベル2スピードウォーリアーを特殊召喚。さらにジャンクウォーリアーのモンスター効果。自分のフィールド上に存在するレベル2以下のモンスターの攻撃力の合計をジャンクウォーリアーに加える。スピードスペルトのコンボで一気に攻撃力を上げるとは生意気な。いけジャンクウォーリアー、ワッパードラゴンに攻撃。ブラップフィスト。ダメージを優先してワッパードラゴンを破壊したんだろうが、勝負は焦ったな。見たか、ワッパードラゴンは戦闘によって破壊されると相手モンスターの装備カードになり、その攻撃力分だけ装備モンスターの攻撃力を下げるのだ。これで終わりだ。所詮お前らは権力に逆らえないんだよ。その効果使わせてもらう。何？トラップカード発動、イクイップシュート。モンタージドラゴンの攻撃力だ。イクイップシュートは装備カードを相手モンスターに装備し直すカードだ。この効果の対象になったモンスター同士はバトルすることになる。ジャンクウォーリアー、ブラックフィスト。